はいみなさんこんにちは、リッキー社長です。今回はですね、まあ、今もなおね続いているアメリカ中間選挙に関するですね、情報のアップデートをしていきたいというふうに思うんですけれども、まず最初にですね、あの、イーロンマスクさんによる、えー、ツイッターの買収の件のお話をしていきたいというふうに思うんですが、 まあ、こちらのですね、まあ、この一件がですね、すごくですね、まあ、保守派にとってかなり追い風になってるんではないかというところでですね、まあ、今ね、あの、まあ、そもそも言論統制とかその検閲がね、凄まじくこう、横行してた状態だったわけですよ。こう、2020年からね、今のと、えー、この先日まではっていう感じだったわけですよね。で、一応まあ、YouTube だったりとか、まあ、他のね、SNS とかではまだまだ全然残ってはいるんですけれども、この Twitter に関してはこのイーロンさんのね、え、買収が完了して、えー そこら辺のですね、言論統制とかそういった問題がまあ、なくなったというふうに言ってはい言ってねいいのではないかなというふうに思っています。でまあその後ですね、まあ元々ですね、まあそれこそアルゴリズムがいじられてたのかわかんないんですけど、まあこう差配寄りのね、そういった投稿だったりとかがこうトピックとして上がってきてきやすい状態だったりとかトレンドインしやすいようなですね、そういった状態だったわけなんですが、まあ、そういったこともですね解消はされていると。 ということで,で、今回ですね、まあ、このね、まあ、最も注目がね、高かったのは、今までね、永久凍結されていたようなアカウントをね、こう復活させるということがね、あの発表されたことかなというふうに思うんですけれども、まあ、その中でですね、まあ、まず正式発表されたのが、あのバイデン大統領の誕生日にですね、正式発表されたのが、あのトランプさんのね、あのアカウントが復活するぞというね、 あの、復活させるぞということを、ね、正式発表したということで、一応その復活時期に関しては、えー、まあ、中間選挙後と、えー、いろいろ終わってからの、えー、話になってくるということでですね、まあ、えー、そちらの方かなり楽しみなんですけれども、今回ですね、まぁ、もともと保守派のね、あの方とかで、まぁ、あ、なんていう人、ね、こう、真実をね、 えー、ツイッターとかでもね、こう言っていたような人たちがですね、まあやっぱアカウント版とかをね、ずっとされてたわけなんですけれども、まあその中でですね、スクープをね、こう連発しまくってたようなね、あの調査報道機関であるプロジェクトベリタスがですね、まあアカウントが復活ということでですね、まあこれがですね、 まあこのプロジェクトベティタスがね、もうすげえ爆弾なわけですよね。民主党サイドとかから,からしたら。<laughs> FBI とかね、まあ、あとは CNN、あとはもうジョー・バイデンだったりとか、まあ、その辺のですね、まあ、家族の、まあ、いろんなね、あのことがいろいろあったわけですけれども、そういったところのですね、裏情報とかも次々ともバンバン出してたわけなんですよ。で、ただそういうのをね、まあ、やっていた結果ですね、このツイッターからですね、永久凍結を食らってたわけなんですけれども、 あの、今回ね、復活したということで、今まで以上にそういった、えー、ディープステートとかの動向が取りやすい、えー、状況になってくるのかなというふうに思いますし、まあ、このレプロジェクトベリタスをね、作ったジェームズ・オーキーフさんという方がいるんですけど、この方もね、あの、ツイッターから永久追放されているんですけど、まあ、カムバックする可能性がね、大いにあるなというところでですね、 ま,あまたね、あのすごくですね、まあ、盛り上がりというか、今まで欲しかった情報が取れなかったんですけど、えー、取れるようになってくるんではないかなと。 え、いうふうに思っています。いや、楽しみですね。これに関してはね。で、しかも、逆にですね、この、なんていうのかな。まあ、イーロンさんがですね、こういった形でですね、ツイッターを買収してから、まあ、流れは保守寄りになってきてるというか、まあ、普通に考えて、その、均衡というかね、あのー、なんていうのかな。まあ、バランスが取れてきてるんだと思うんですけど、多分、左派からすると、今までやりたい放題やってたわけなんで、そのね、保守系の情報というか、まあ、右寄りな情報っていうんですかね、まあ、そういったものが出てくると、やっぱ面白くないというか、まあ あのねあのまあ、自身のビジネスとかにもです、ね、あの支障を来すということであの結構ねあのそのニュースサイトとかねあのそういったところの左寄りなところがです、ねまあ、そのアカウント閉じたりとかしてるんですよね。 で、今回は、あの、サハメディアのね、一つである CBS が、CBS ニュースがですね、ツイッターの全活動をね、停止したということをね、発表したということで、もう誰も悲しんでないっていうね、あの、みんなグッドニュースだっていうことを言っていてですね、まあ、イーロンさんに関しても、まあ、興味ねえわみたいな、なんかそういう感じのね、あの、反応をしていたりとか、まあ一応理由としては、不確実、不確実性その、イーロンマスクが運営することによる不確実性というものをね、 恐れて,、えーまあなんていう、撤退というか、利用をね、停止して、一旦ちょっと遠目から見るよ、みたいな、ね、話をしてるんですけど、いやいや、あの負け惜しみや、みたいな、なんかそんな感じのね、状態になってるかなというふうに思いますね。 まあかなり、ですねこのイーロンさんのね剣に関しては、えーまあ、一瞬でねその火が消えることはなく、ですね今もなおですね結構注目度の高い県かなというふうに思いますし、まあかなりですね重要人物たちが、えー、だいぶ、ね、復活してきているというところで、ですね、まあ、かなりねこれからの、ね、情報などもです,、ねえー、すごい、ね、濃いものが出てくるのではないかなというふうに思っています。 で、まあやっぱね、そういった形でですね、まあ左寄りのね、えー、ところだったりとか、まあそういった、えー、まあ人たちはね、どん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 自分からね、消えていったりとかしてるわけなんですけれども、あのー、まあ、なんていうんですかね、まあ日本にもある問題かなというふうに思うんですが、まあ今回ね、共和党のね、会員を奪還したということで、 まあ今まではですね、まあていうか勝手にこう退いていくしか、まあ、なかったレベルのね話だったわけなんですけれども、えー、今回ですね、もうどんどんつつけるようになってきたと、えー、どんどんですね、メスを入れられるようになってきたということで、その中国問題をね、扱う特別委員をね、あの設置したということでですね、 まあ中国の米国内でのその警察署設置阻止の意向ということでですね。えー、まあていうかな、まあ民主党とかもね、様々な人がハニトラに引っかかっていたりとか、まあそれによって首根っこをね、掴まれているような議員とかもやっぱ多いわけですよ。でそんな <laughs> ね、アメリカだけの話だけじゃなくて、 あの日本とかでもね、本当にそういったことってすごく横行してると思いますし、まあ、今のね、総理大臣も、えー、そういうのに引っかかってる可能性が大いに高いと、えー、いうこともあったりとかね、まあ、某知事だったりとか <laughs> あの、そういった人とかもね、もうねあの、中国とズブズブのズブみたいなね、あの状態ですから、 まあ本当にね、中国ライク、外国人ライクだねあの。そういったことをね、ずっと続けていてですね、もう日本人なんてほっとかれちゃってるわけですけど、まあ一応ね、あの米,米国の、ね、方では寛容奪還したことによって、この中国に対する、えー、特別措置をね、講、あのー、じるような機関を設置するということでですね。 まあ本当に日本にもこういうの欲しいですけどね、本当にセキュリティの部分とかもう本当にゴミすぎるというか、本当に先進国かみたいなね、レベル感だし、スパイ防止法とかそういったものさえないってもうどういうことよみたいな。その割にね、どんどん外国人だけは流入させるみたいなね、あの形になってますから、もう完全にね、あの無料でね、なんか、 いろんなものを上げてるような状態ですよね。向こうの土地は買えないのにね、中国の土地は外国がね、買うことができないなんで向こうはこっちの土地買えんねんっていうね、意味わかんないわけですよ。はい。まあね、そんな感じですね。まあ、そもそもね、米国のその知的財産だったりとか、様々な、えー、物資とかそういったものがね、やっぱこう中国にね、えー、こう送られてるのはもう意味わかんないということで、まあこういった形で、ね、設置していたりとか、まあ今ね、現状その民主党とかもね、やっぱ裏でね、ねいろいろやってますから、 まあそういったところのルートをですね、断ち切るためにもこういった、何、えー、て言うかな、えーまあ、警察署というかですね、えーまあ、機関を、ね、設置するということでですね。 まあなかなかですね、この中国問題はね、本当にいろいろありますよね。ま特、あ、にウイグルの、えー、方のですね、まあ、シェインっていうね、あのーまあのま安価な、えー、服のブランドとかね、今、まあ、ユニクロみたいな感じのねあの、ニュータイプみたいなやつがあるわけですけど、それもね、YouTube のインフルエンサーとかがスかこう広告宣伝したりとかして、もう一気に広まったわけですけど、あのー、なんていうかな、その製品のね、あのー まあ、タグとかそういったこヘルプミーとかね、そういった形でウィグルの方々、18時間の労働とかをね強いられて、1着を作るごとに6円みたいなね、そういったもう超低賃金で作らされているというですね、もう本当に現代社会にこんなのあっちゃダメでしょみたいなね、そういったものなわけですけど、まあそういったこともね、今問題になってるかなと思うんですが、本当に、 なんか性善説というものが、ね、こう通用しない世界なのかなというふうにこう思ってしまうところですね。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、中国問題などに関してもメスが、ね、あの入る形になっている。やっぱ下院のね、奪還したのが結構でかかったなと思いますね。うんまあ、これからそれこそ FTX とか民主党に関する件、まあ、バイデン一家に関する件とかもどんどんですね、上がってくるかなというふうに思いますので、ね、まあ、そういったところもちょっと楽しみというか、えー、情報を追っていきたいというふうに思います。 まあ、あとはですね、2024年の大統領選の方にですね、トランプ大統領がね、あの、正式に出馬を表明したわけですけれども、まあ、それがですね、やっぱりこう、日本のメディアだったりとか、あのー、まあ、なんていうか、国際ビジネスマンというかですね、まあ、そういったサイドにいる人たちはやっぱ面白くないみたいでですね、まあ、やっぱこう、マイナスなですね、そういった、えー、なんていうかな、2020年の復讐だみたいなね、感じの煽り方をしていたりとかするんですけど、 あのまあそういった人たちがねあのなぜこう、えー、ねなかなかこう指示をしないのかトランプを、えー、ソース感するのかっていうところはまあアメリカファーストだからという理由が一番でかいというふうなことを、ね、発言されていますね。 そう。あの、トランプさんはアメリカファーストで、その、まあ、外部のね、そういった奴らはチャイナファーストだから、えー、そういった風に言ってるんだということでですね、でまあ、これに関してはもうね、日本の議員とかも本当そうかなという風に思いますね。もうね、言っちゃいけない奴らがね、そこにのさばってるみたいな状況がね、本当ずっと続いてるのがもう信じられない。マジで見るに耐えないし、で、しかも、対して、なんていうのかな、 いいろんなまあ努力値というかそういったものを踏んだことがないような人でさえもそこの地位にいてだから社会経験がないやつが先生やってるみたいな状態の学校とかって今多いと思うんですけどまあやっぱ思い返すと僕も何て言うのかな学校の先生とか別にそんなにろくなやついなかったなっていう,うに思うんですがまあ多分そういうレベル感の、えー ね、人たちがやっぱ議員とかにもなってたりとかすると。で、それで私欲のためだけにですね、ええー、まあ、電卓走いたりとかね、<laughs> して、それで国民から搾取することしか考えてないっていうか、もう見え見えなね、政策ばかりをね、打ってくるということはですね、本当にね、もう最近もう腹立たしくて仕方がないなと。 いうふうに思うんですけれども、まあちょっとね、あの米国はね、今いい、いい方向にね、こう進んでいきそうな、えー、傾向にあるかなというふうに思いますので、まあこれからどうなっていくか分かりませんけれども、えー、またですね、情報を集めて僕の方から発信していきたいというふうに思います皆さんぜひ、えー、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。 で、今ですね、この YouTube のね、規制が激しすぎるということで、僕が運営しているね、ニコニコチャンネルの方ではですね、こちらの YouTube などで話せないような内容の情報をね、発信をさせていただいております。で、そちらの方はですね、概要欄の方に URL を貼り付けておきますので、ぜひフォローやご入会のほどよろしくお願いします。 で他にもですね、このゆ、えー、僕の、ね、メインチャンネルがねあの、存続の危機ということでですね、まあ、こちらのチャンネルが、えー、なくなった際にはですね、新たなチャンネル、リッキーポリティクスというね、あのチャンネルで発信をしていきたいというふうに思います。そちらもね、概要欄の方に、えー、URL を貼り付けておきますので、ぜひ皆さん、えー、フォローと、えー、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。